それではただいまより銭箱駅バリアフリー化完成式典を執り行いたいと存じます。銭箱駅では昨年6月より国や小樽市のご協力をいただきバリアフリー化の工事を進めてまいりましたが、本日10月7日に完成、使用開始の運びとなりました。おはようございます。J6 街道の小山でございます。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日エレベーターそして多目的トイレ等々のですねバリアフリー設備の完成と相なったわけであります。いよいよ、こういった設備ができましたので、これから私どもですね、今まで以上によりサービスに徹しましてですね、皆様により良いサービスを提供してまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひ、皆様のですね今後ともご支援ご指導のほどお願いを申し上げまして、簡単措置ではございますが主催者を代表してのご挨拶をさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。まだ乗れるって11人11人、まだ乗れるよ11人、すごいですよ、ね、もう一人、これは記念写真になります。 OK、 閉めますよ、はいはい、もういいな、いった、よし。道案内用の押しボタンがありますのでご利用ください。Thank you.